怪我人の古いわけに応急処置。救急隊が来るまでのわずかな時間、その代わりをヒーローが務め、そして円滑な橋渡しをできるようにしておく。調子は？初動はまあ至らないものも多いですが、それでもフックの皆さんが下す減点判断は想定していたより少ないです。おむねいいんじゃないですかね。市政の人々を守るため、ヒーローには複合的な動きが求められる。すなわち救護、そして。なんだ、なんだこれ。爆破？なんで？これってヴィランにより大規模テロが発生。皆さん、演習のシナリオ。マジか。そういう、おい、あれ救護と対敵、全てを並行処理できるかな。ギャングオールか。神の句のヴィラン連合掃討作戦において、エンデバーやベストジーニストと並び指名を受けたヒーロー。強いぞ。彼の番付は現在ナンバー10。ちなみにヴィランっぽい見た目ヒーローランキング第3位。ヴィランが姿を現し追撃を開始。現場のヒーロー候補生はヴィランを制圧しつつ救助を続行してください。戦いながら救助続行。あー、もうシャンスかよ。ハードル高くねえか。プロでも高難度の案件、仮面でここまで。さて、どう動く。戦うか守るか、助けるか逃げるか、どうするヒーロー。